おはようございます。広め2周年イエーイ。2周年、おはようございます。元気ですよ。今日は DMM 配信があるのでご覧ください。今日も起きれました。今日も起きれたんですけど、最近起きてすぐ動かなくなった。起きてすぐなんか眠いなって思いながら、二度寝しないように気をつけて、で携帯見て目覚ます。携帯見て目覚まして、動きます。今日夜配信しないです。寝落ちしちゃった。寝落ち気をつけて。寝落ち最近はあまりしない。もうしばらくしてない。寝落ちはしてないです。携帯で何を見るか。朝起きたら何だろう。まず業務連絡とか LINE とかを見て、業務連絡とか見て、連絡あったらあーってなって、来てなかったら最初に Twitter かインスタを開きます。そんな感じ。でもなんかそんなにめっちゃ夜に来ることないから、その LINE が高まりやるんだけど、だから基本 Twitter かインスタを先に開く。青の場合、青は開いて開きます。まあそんで見てたらもうその何もう時間になってるから起きちゃう。アナありがとうございます。変わらず息水、それとも寝る前よ、あれどっちなんだろう。多分水、ぬるくはない。水。天気は見ないか。天気は起きて外見て、あ、晴れていらっしゃるって思ったりします。エゴサする、いいねできるからする。みんな青のツイートするときはあれにしてよ。古立てのさて間違えないでね。スピンなんか可愛くていや恥ずかしい。ショートカットが似合いそうなメンバー、誰だろう。
るかとか見てみたいか。ハッシュタグつけた方がいい。ハッシュタグつけなくても、古田葵って打つとハッシュタグついてないのも見れる。ハッシュタグついてるのも見るし、見れるし、ついてないのも見える。見れる。からね。どっちでもいいですよ。最終回見た。渚さん最終回見た。よかった。でも普通に10時までにお風呂に入らなかったから、入り終わらなかったから、今日ね、今日見れる時間あったら最初からまた見る。昨日普通に、むしろいつもより長く入っちゃった。なんかもう最後の方諦めて、もう急いで入って急いで上がろうと思ったんだけど、そう、なんだけど、今どこまで話したっけ。ちょっと今日朝すっごい頭が回んない。そうそうそう、お風呂に入ってて、で早く上がろうと思ったんだけど上がれなくて、でそれで、まあ、諦めてお風呂長く入ってました。でもちょっとだけね、渚さん、そう、最終回だった。勉強しなかった。勉強しなかった。宿題なかったからいいやって感じ。よくないですね。そう、よくないです。最近忙しくて本読んだ。本読み終わった。書く仕事で新しい本何読もうと思って探してるところ、ね、重松清さんの本が読みたいって思い始めてる。何でもいいけど、なんか面白そう。あんまり読んだことないんですよ。おはようございます。カウント管理ありがとうございます。あんまり読んだことなくて、一回くらいしか読んだことない。なんか学校の宿題で重松清さんの本を一冊読んできてくださいみたいな、夏休みに。それで何読んだか忘れちゃったけど、なんか読んで、これね、一回も読んだことないけど読んでみたい。2周年おめでとう、ありがとうございます。そうそうそう。でもさっきじゃない、最近読み終わったその隠し事は、隅の夜さんのあれは前一回読んだことあって、それをなんだっけ、もう一回読み直した。そしたらね、自分が思って
あの時全然話の内容は頭に入ってなかったんだなと思うくらい、なんかすごい初見で読んだような気分で読みましたあの時本当に頭に入ってなかったんだなと思って、なんかもう学校で読んでたの、中学の時にもう暇つぶしで学校で読んでてなんか全然頭に入ってなかった。作者、確かに作者から行くこと多いかも。作者から行くことが多い。みんなどうやって本買うとき買ってます？すごいなんか本屋さんにさ、なんか長くいちゃうんだよね、決まんなすぎて。割となんかすごい誰かが読んでた本とかの作者を見がち でもあらすじ見る絶対。あらすじ見てから買う。おはようございます。ああ作者から、なんか結局知ってる人になっちゃうタイトルで決めるとき、タイトルで決めるときあんまなかった。長島優さん、優って読むのかな。でもなんか最近ミステリー以外も読んでみたいなって思い始めた。ファンタジーみたいな、なんか青春系とか読んでみたい。テレビで紹介する、ああわかる。あとあの帯とか見て、帯全部面白そうに見えるんだよね。帯見るともう全部面白そうに見えちゃう。毎年初直木賞候補とかで、ああ。青のママタイプですね表紙ね、なんて言うんだろう、あれパッケージ買いみたいな表紙か。でもあの隠し事の表紙めっちゃ好き。サスペンスか、なんかサスペンスとかも好きだけど新しい感じも読んでみたい。やっぱすごい、あ、帯と作者と帯とで決めるかも帯、でもあらすじは見る。電子図書使わない。本の早朝、何それ。へえ、深川二郎さん、あ小学校の時読んでた、結構読んでた覚えがある。図書室
写化された作品を読んでみてする。ああ、わかるかも。わかんなくもない。そうさ、君の膵臓を食べたい、めちゃめちゃ好きなんですよ。でも映画しか見たことなくて、だからその原作も想定読んでみたいんだけど、読んでみたくて、それ目当てで本屋さん行くことあるんだけど、なかなかなくて。君の膵臓食べたいさ、金曜日金曜ロードショーでやるんだよ。みんな絶対見た方がいい。映画見てからない、なんだろう。でもなんか小説、何、映画だと抜けてるとこがあったりするから、でも なんて言うんだろう、なんか普通に興味本位で見ちゃう、実写原作とか。38日ありがとうございます。あと青が読んだ本何かあったっけな。 あれが好きなんですよ。あ、アニメなんですけど、アニメなのかな、なんかニアンから本もらって、そっからアニメ見てめっちゃ好きになったのがあって、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないってやつ、結構有名なやつ、あれ好きなの。もう感動する。あれをなんか兄やんから本もらって、でそれで知って、それで読んで、その後に実写見てハマった。そう、あれすごい好き。いい話だよ。なんかニーヤに本に、あ、いて携帯ケースとした。ニーヤからね、本買ってもらってた、昔なんか本買ってもらう、なんか本欲しいって。でもアニメ好きなんだよね。あ、そのあの花のアニメが好き。実写も好きだけど、あとなんだろう、あとぬくいとくろうさんとかも読んだことある。本あとでもなんかママから借りた本読んでた、何か分かんないけど、それも一冊で一日でその本読み終わった。多分内容入ってなかったんだと思うけど。なんて言ったっけ、あ、なんかコンビニ人間っていう結構有名なやつ、有名な本だった気がする。なんかなんとか賞に入ったみたいな。それを小6の頃にママから借りてずっと見てました。もう一回読んでみたい。なんか多分さ、そのあんまりね、
なんか頭に内容が入ってないことが多くてだからもう一回読み返してみたいって思う。特になんか小6の頃に読んだ本とか仕事行ってきます、頑張ってね。浜美波さん、あの花の実写の時も知ってたけど最近もっと好きになった浜辺美波さんマジで可愛すぎて。でもう掛け声も見たし、本当にめちゃめちゃ好き。夜ご飯決めなきゃ、確かに夜ご飯決めなきゃ。どうしよう、じゃあ今から明日のみんなの夜ご飯を勝手に決めていきたいと思います。何が食べたいんですか あ、さっきもあったね。さっきあのマミが出てて、でもちゃんと見たことない。どうしよう、明日の夜ご飯。迷うな。迷うな。あ、決めた。明日の夜ご飯は枝豆です。みんなごめん、明日の夜ご飯枝豆どうぞ。枝豆あるあるだね。素材な感じ。おつまみ系好きなんだもん、枝豆合う。枝豆食べてね。あ、枝豆だけじゃなくていいですよ。青が決めてるもの以外にも全然食べてください。枝豆好きなんだよね。なんか枝豆NGT で枝豆大食い企画やったら勝てる気がする。それか早食いでも、どちらも。早食いはちょっとあるかもしれないけど、枝豆大食いなら勝てる気がする。でも枝豆大食いはさ、なかなか終わらなそう。枝豆と塩辛なら OK、 全然 OK おつまみ系アイドル違うよ。青って何系アイドル、おつまみ系なのかな。いや、やっこいいですよ、全然食べてください。たくさん食べる自信ありあり。でも枝豆無限に食べれそう、青に限らず。枝豆ご飯いいね。あ、コンビニでさ、コンビニでおにぎり買うとき、必ずあったら絶対必ず枝豆のおにぎり買う。枝豆のおにぎり買う。食べてみて、美味しいから。あるあるある、それがね一番好き。ややっこはねお醤油だけなんです。ネギかけない。たらこじゃない、それかお
おにぎりをだいたいそれ1個ぐらい買うとしたら、枝豆とトウモロコシのほかに、それ青の鉱物が詰め合わさってる。枝豆とトウモロコシって最強だ。もう夏も終わっちゃうからね。かつお節ものせない。あ、もう醤油しかのせない。生姜ものせない。生姜家にないんだよね。生姜、もう全然醤油だけで全然食べれちゃう。とりあえず焼き鳥にするか砂肝にするか迷うか。青、焼き鳥か砂肝は、今は砂肝派。今食べたいのは砂肝。焼き鳥もいいよね。お披露目の思い出はありますか？お披露目の思い出は、岩手からおばあちゃんおじいちゃんが来てくれて、それで、でもなんかステージ見に来てくれたけど直接会えなかったのね。もうすぐ帰っちゃって。だけど家帰ったら机の上におばあちゃんじいちゃんからの手紙置いてあって、それが感動したやつ。28分ありがとうございます。でそこでお小遣いもらってお小遣いもらって、そのお小遣いで新しい携帯ケース買ったのが思い出です。みんな今日楽しみにしてて、 DMM 今日も結構楽しみ。携帯ケースがなくて、あ、スクショ、ごめんね。こんな感じでもう29分なので、今日もありがとうございました。明日の配信は明日木曜日、明日も多分いつもと同じになると思います。そんな感じでギュッと年投げありがとうございました。今日もみんな頑張ってね。あ、もう頑張る。そんな感じで、はい、ありがとうございました。また明日も見に来てね。バイバーイ。ありがとう。今日も頑張ってね。いってらっしゃい。バイバーイ。